はい、おはようございます。現在時刻は4時19分ですかね。今日の天気をチェックしておりました。昨夜はですね、温泉に入って、部屋で缶ビール飲んでテレビを見てたらいつの間にか寝落ちしておりました。今日の予定なんですけども、朝、7時半だったかな、バイキングの朝食があるんですけども、まだそれまで時間があるんで温泉にもう一回使って目を覚ましたいと思います。それからチェックアウトをして、今日は白根山の方ですかね、白根山の方に行って、湯釜ってとこあるんですけども、白根山の河口ですね。そこに行きたいんですけども、多分湯釜の河口そのものは見れないと思います。火山の警戒レベルが確か1だか2だか、それくらいで、河口は確か立ち入り禁止になってると思います。道路は確か通れるんだと思いますけども、そこを通ってですね、あとはもう長野の方行って長野自動車道に乗って、それから中央高速に乗り換えて、諏訪港でお昼ぐらいでしょうかね、食べて、それから中部縦貫道でしたっけ、それに乗って、清水インターまで行きたいと思います。ではとりあえず風呂に入っていきます。おはようございます。席がいっぱいあるな。鍵置いとくか。いや、いいよいいよ。取るよ。あ、置いてる、うん、
あ、見えてるじゃん。ちょこんと。あ、まだここじゃん。レベル1です。活火山であることに留意され、火口周辺立ち入り規制中、登山禁止です。近づかないでください。こちらは防災草津です。残念でした。いい？これは薄めな真っ黒だな。